現実の生物も生き残るために他の生物を騙すもんだが、モンハン界のそれはさらにダイナミックなんだ。今回は歴代モンハンに登場した詐欺師モンスターをピックアップしてお届けするぜ。ねえマリサ、ちょっと聞きたいんだけど。なんだ霊夢？バサルモスって昔は地面に埋まって岩に擬態してたって聞いたんだけど、本当なの？ライズでそんなことしてるの見たことないんだけど。本当だぜ、ライズではやらなくなっているけどな。というか、歴代のモンハンにはハンターを騙し討ちしようとするモンスターが結構いたんだぜ。そうなの？面白いわね。どんなのがいたか聞かせてよ。いいぜ、今回は擬態するタイプのモンスターとハンターを騙してくるタイプのモンスターの2つの分類で紹介していくぜ。わかったわ。まず擬態するタイプのモンスターから紹介していこうか。最初に紹介するのは霊夢も気になっていたバサルモスだぜ。岩に擬態するってイメージが湧かないんだけど、それに別に擬態してたって位置はバレるわけだし。前にも言ったことがあるが、初期のシリーズでは千里眼や自動マーキングなどで対策をしていないと大型モンスターの居場所がわからない。だから自力でターゲットを探す必要があるんだが、初見だとバサルモスの擬態は本当に見破りにくかったんだ。かなり似てる、効果的な擬態だったのね。初期作品の火山にはバサルモスの背中にそっくりな岩だらけのエリアもあったからな。全く知らない状態だと擬態に気づかずに走り回って時間切れってこともありえるぜ。50分走りっぱなしって想像しただけで気が重くなる状況ね。だが、作品を重ねるほどにバサルモスの擬態はプレイヤーの常識となっていった。シリーズが進むにつれてバレバレな擬態をしているだけになり、タル爆弾による先制攻撃の餌食になったぜ。プレイヤーだってそう何度も騙されたりしないもんね。そしてライズではクエスト開始時から地上で活動するようになったんだ。そうなんだ、擬態するところ見たかったかも。ライズでも擬態状態になることはあるぜ。サクサク狩猟してしまうと見られないが、弱って睡眠するときは地面に潜って岩になりすますんだ。グラフィックがリアルで自然に見えるが、服属のおかげで位置はバレバレだし、背中の部位破壊が反映されているから一目でわかるけどな。いいことを聞いたわ、今度見てみよっと。次に紹介するモンスターはジャナガブルだぜ。トライシリーズの水中戦に特化したモンスターで、他のシリーズには登場していないモンスターだ。提灯暗黒っぽいモンスターね。提灯の部分で何かに擬態したりするのかしら？いや、擬態に利用するのは提灯の部分じゃなく、ヒゲの部分だぜ。水の底に身を隠し、長いヒゲを使って水草に擬態するんだ。ちなみに、ムービーなどでも描写されているが、ジャナガブルはこの擬態能力を仮に使っている。結構巧妙に擬態するのね。知ってても騙されちゃいそうだわ。擬態した状態のヒゲに近づけば素材を剥ぎ取ることもできるぜ。やりすぎると攻撃されるけどな。大事なヒゲを剥ぎ取られるんだから反撃するわよね。でも、それなら提灯は何に使うの？閃光を放って外敵への目くらましにしたり、獲物を気絶させたりするぜ。まあ、これに関しては見た目に正直な使い方だな。なるほど、便利な提灯ね。次に紹介するモンスターはチャチャブーだ。モンスターのタイプとしてはアイルーやメラルーに近いぜ。チャチャブーは何に擬態するの？主にキノコだな。不用意に近づいて採取しようとすると痛い目を見るぜ。メラルーみたいに盗んでくるだけとかじゃないの？いや、本気でハンターを殺しに来るぜ。 G 級ではめられると冗談抜きでキャンプ送りにされることもあった。めちゃくちゃヤバいやつじゃない。怪しいキノコに触らないようにすればいいのかしら？いや、擬態もせずただ地中に潜っているやつもいるから完全に避けることは不可能だ。おまけに体力も高いから撃退するにも苦労するモンスターだったぜ。弱いから頭を使ってるとかでもないのね。厄介だわ。落とし物を落とすこともあるんだが、ここでもハンターを騙してくるぜ。偽の爆発物を落とすことがあって引っかかると爆破されてしまうんだ。本物の落とし物のラインナップが豪華なだけに立ちの悪い騙し方だぜ。物に目がくらむと騙されるってことね。私は絶対に引っかかるわ。ちなみに親玉のキングチャチャブーというのもいるんだが、こっちは擬態がど下手だぜ。なぜかはわからないが、肉焼きセットに擬態している。大自然の中にポツンと肉焼きセットがあったら違和感しかないわね。次に紹介するのはハプルボッカだ。トライシリーズで初登場したモンスターで、クロスシリーズにも登場したぜ。花がメロンパンみたいね。このモンスターはどんな擬態をするの？砂漠地帯に生息しているモンスターで、背中だけが地上に露出しているんだ。背中は砂漠の砂に似た色をしていて、砂の山と見分けがつきにくい。
砂の山ね、すぐにバレそうな気がするんだけど。確かに、砂の山は一目でわかるんだが、ハプルボッカはダミー用の砂の山を、いつも用意しているんだ。どれがハプルボッカかわからないように、工夫しているんだぜ。鼻息が漏れてるから、バレバレなんだけどな。バレバレなの、なんだか可愛いわね。だが、万が一知らずに近づいてしまったら、大きな口で丸飲みにされてしまうだろうな。ダイナミックね。ちなみに、こちらの反撃方法もダイナミックだぜ。ハプルボッカは、大口を開けて突進してくるんだが、このタイミングで、オータル爆弾を食わせることができるんだ。体内でタル爆弾が爆発し、ダウンしたハプルボッカは、釣り竿で釣り上げることもできて、成功すると、さらに大ダウンを奪える。ちょっと楽しそう。ハプルボッカとハンターの工夫のぶつかり合いって感じで楽しかったな。この一連のアクションは、モンハンらしいコミカルかつ大胆な感じで好きだったぜ。今度私にもやらせてよ。ここからは擬態するモンスターとは一味違った思考で、ハンターを騙すモンスターの紹介だ。まず紹介するモンスターは、モンハン界の初代詐欺師、ゲリョスだ。ダブルクロスが最後の登場となったモンスターだから、ワールド以降からモンハンを始めた人には馴染みがないかもな。アイテムを盗むってことと、毒を吐くことくらいしか知らないわ。ハンターを騙すこともあったの？もともとトリッキーな動きをするモンスターだったんだ。毒ブレスを吐きながら、あさっての方向に走りまくって、ハンターを翻弄したり、エリア移動の時に、フェイントを仕掛けてきたりな。なんか、ふざけたモンスターね。ユニークで、私は好きだったな。だが、最もハンターを驚かせたのは、死んだふりだぜ。死んだふり？そうだぜ。狩猟の最中に、あたかも死にました、みたいな動きで倒れるんだ。BGM も止まり、一見すると死んでいるように見える。でも、生きてるんでしょ？そうだぜ。死んだふりは、基本的に外敵をやり過ごすためなんだろうが、ハンターに対しては騙し討ちになる。ハンターは剥ぎ取りに来るからな。まあ、生きてるのにナイフを突き立てられたら飛び起きるわよね。初期作品の飛び起き攻撃の威力は凄まじって、下手に食らうとキャンプ送りになるレベルだったぜ。ただ、根性の座った個体も中にはいて、普通に剥ぎ取れることもあった。何回かやってると起き上がるけどな。我慢大会ね。ただ、ゲリョスがメインターゲットの場合は悲しいくらいにバレバレだったぜ。私は少し離れてからゆっくり武器を研いだり、回復を飲んだりして起き上がるのを待っていたな。メインターゲットのクエストなら倒せばクリア演出が出るものね。渾身の死んだふりなのになんだかかわいそうな気もするわ。次に紹介するのはギギネブラだ。トライシリーズにのみ登場するモンスターだから、戦ったことがない人も多いと思うぜ。フルフルっぽいわね。祖先が共通しているそうだぜ。頭と尻尾がほとんど同じ形状をしているのが、ギギネブラの大きな特徴で、戦闘時はこの特徴を利用して、ハンターを混乱させてくる。どっちがどっちか、わからなくなるってことかしら？そういうことだぜ。ギギネブラ自身、どっちが頭で、どっちが尻尾かを誤認させる行動を多く取ってくるしな。これは急所となる頭を守るための、撹乱作戦なんだぜ。想像しただけで目が回りそうだわ。さらに、怒り状態になると、頭と尻尾の肉質が逆転するんだ。仕組みを知っていても、ちゃんと動きを観察していないと、どっちがどっちかわからなくなってしまうぜ。普通だと頭が柔らかくて、怒り状態だと尻尾が柔らかく、どっちがどっちか見分けがつきにくい。絶対に戦いたくないわ。次に紹介するのは、クルペッコだ。トライシリーズの乱入システムを、プレイヤーに知らしめた新世代の先生モンスターだな。クルペッコってハンターを騙すの？いや、クルペッコが騙すのはハンターではなく、他の大型モンスターだぜ。クルペッコはモンスターの鳴き真似をして、別種の大型モンスターを呼び出すんだ。あ、そういうことね。こっちからしたら仲間を呼ぶ行為だけど、呼ばれたモンスターからしたら、騙されたって話よね。そういうことだぜ。別種のモンスターを完全に騙してしまうんだから、クルペッコは見事な詐欺師と言えるかもしれないな。でも、呼び出されたモンスターからしたら腹立たしいんじゃない？怒ってるかどうかはわからんが、呼ばれたモンスターもクルペッコの味方ではないからな。呼び出したモンスターから攻撃されるクルペッコもよく見かける光景だったぜ。それを含めて考えると、クルペッコってユニークなモンスターね。実際、陽気なイメージがあるよな。まあ、イビル城を呼び出されたりすると、全く笑えないんだが。誰も得しないわね。最後に紹介するモンスターは、オストガロアだぜ。クロスシリーズに登場する固有種で、生態系のバランスを崩しかねないほどの旺盛な食欲で有名なモンスターだな。とんでもないモンスターね。騙す必要なんかないくらい強そうに思えるけど、オストガロアはどんな思考で騙してくるのよ？見た目だぜ。見た目？最初は骨の日本酒の湯に見えるだろ？見えるというか、そのものよね。
光るグレイモンみたいな。だが、これは骨をかぶっているだけで、頭じゃないんだ。戦っていくうちにわかるが、オストガロアはイカに似た軟体生物なんだぜ。え、固有なのにイカなの？おかしくない？固有種は厳密に言うと、どの種にも分類できない、超自然的な能力を持ったモンスターだからな。実際、ドスシリーズに登場した山つかみはタコっぽいだろ？ああ、なるほど。にしても、これは確かに騙されるわね。オストガロアに悪気はないんでしょうけど。日本酒の竜はゲソな上に、正体は竜ではなく、イカだったという壮絶なオチだ。まあ、見た目による騙しはあったわけだが、オストガロアはクロスのラスボスの名に恥じない強さだったぜ。イカでしたってオチに食われないくらい、オストガロアは強かったのね。モンハン界の天才詐欺師モンスター紹介は以上だぜ。ハンターを騙したモンスターにも、いろんな方向性があるのね。そうだな。個人的には擬態するモンスターが好きなんだが、最近はそういう生態を持ったモンスターがめっきり出なくなってしまったんだ。ハプルボッカとか、ジャナガブルみたいなモンスターに出てきてほしいの？普段の捕食方法が垣間見えるような擬態が好きなんだ。次回作のサンブレイクでそういうモンスターが出てくれることに期待しているぜ。私は絶対に騙されるだろうから、そういうモンスターが出ないことを祈っておくわ。かつての詐欺師モンスターを懐かしめた人、初めて知ったモンスターがいた、って人は高評価を。モンスターのことを紹介する動画も投稿していくから、チャンネル登録よろしくね。モンスターに騙された経験や思い出があったら、コメント欄に書き込んでくれると嬉しいぜ。ご視聴、ありがとうございました。モンハンのクエスト名はユーモアとセンスの塊だよな。モンスターの特徴や性質、別称をうまいことクエスト名に昇華させていて、見ていると感心してしまうぜ。さて、いつもはクエスト名と狩猟対象は一緒に表示されているが、みんなはクエスト名だけでモンスターの名前を連想できるかな？霊夢が問題を作っているようだから、私と一緒に考えてみよう。次回、クエスト名から答える、モンスタークイズ。ゆっくり見ていってね。